こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、天使にお願いする方法をやりたいと思います。あ、こんにちはで、私ですね、天使大好きなんですけれども、もともと結構ね、その宇宙人とつながることが一番得意なんですね。で、今ね、これから動画でもね、いろいろこの宇宙人とね、つながるっていうことも出していきたいんですよ。チャネリングがすごい大事になってくると思うので、皆さんがハイヤーセルフにつながったりとか、まあ、天使とか、宇宙の存在とか、まあアセンデッドマスターとかね、竜とかいろんな存在につながるといいと思うんですけれども、今ね結構ね闇系の宇宙人もねいるんですよ。やっぱちょっと変なのがたまにいるから、安全に、確実につながれる方法をどうすればいいかなっていうのをすごく考えてて、でそこにやっぱりその天使が名乗り出てくれたというかね、天使だなっていうのをすごく思ったので、まあ、ハイヤーセルフにねつながるっていうことがまず大事だと思うんですけど、その次はね天使にどんどんつながる、天使に慣れていくといいんじゃないかと思ってこの動画を撮っています。で、天使なんですけれども、天使っていうのは、私たちのサポートをするために、この降りてきてくれてる存在なんですね。で、まあ、エネルギー体なんですけれども、なんていうのかな、こうなんかふんわりしたこう羽の生えた天使みたいな、可愛いイメージがあるかもしれないけど、実はすごいダイナミックでパワフルな存在なんですね。まあエネルギー体って思っていただくといいと思います。サポートのエネルギーみたいな感じですね。で、今ねすごい地球にものすごい天使がたくさん降りてきてますので、まあ、その理由などもちょっとお伝えしたいと思います。で、天使私たちを助けて、まあ、アセンションの波が起こるのを支援するために、人間がアセンションの道をスムーズに進めるように、今はね多くの天使が存在しているっていうことですね。で、今現在かつてないほど、数を増やしていて、ものすごい数の天使たちが地球にやってきて、私たちのサポートをするために降りてきてくれてるということです。で、どんなサポートをしてくれるかということなんですけれども、実はもう何でもやってくれるんですね。言えば私たちがお願いした、これは宇宙の法則なんですけど、私たちがお願いすることによって介入できるんですね。だから私たちがお願いしないと天使は何の手出しもできないんですよ。で、近くに行ってくれてるんだけど、その近くにいるだけで終わっちゃって、まあ、守ってくれてたり、その自然にワークとかしてくれてるとは思うんですけれども、私たちがお願いしたらもっと彼らもその力を発揮することができるし、私たちにもすごく恩恵があるわけだし、で私たちがお願いすることによって天使は恩恵を受けるんですね。宇宙からの祝福を受けますので、それによってそのまたそのレベル、天使自体もレベルアップしていけるっていう、そのウィンウィンの関係ですので、私たちがどんどんお願いするのがすごく大事なんですね。で、そのために存在してくれてます。で、天使っていうのは高いバイブレーションですね、高次元の存在になりますので、高いバイブレーションで存在していて、その姿っていうのはちょっと見ることは、この肉眼で見るっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、結構やっぱ羽とかエンジェルナンバーとかね、そういうのでもありますし、あとは天使を感じようとするともうすぐになんかあったかさとかね、そういうのを感じたりするんじゃないかと思うので、後で一緒にワークしたいと思います。で、天使たちはハートを通じて慈愛を持って働きかけてきます。まあもう愛の存在、慈愛とか愛の存在、で天使は、ね、大天使ですね、非常にパワフルで私たちの理解を超えた存在、その慈愛は無限でパワーは最強と言われている。まあ、天使もいろんな存在がいると思うんですけれども、今日、つながっていくのが大天使につながっていきたいと思います。で、大天使っていうのはもう本当にその何て言うんだろう、サポートの中でも最強クラスっていうのかな。で、まあ、それぞれの大天使に役割があったりすると思うんですけれども、今日は、ミカエルに、つながっていきたいと思います。で、ミカエルっていうのはその物事を達成することが得意だったりとか、私たちがお願いしたことをもうすごいきっちり、結構几帳面タイプみたいな几帳面だけど慈愛の存在だから、もういいこと尽くしって感じですね。はい、なのでね、ミカエルにお願いしていきたいと思います。じゃあ、一番最初はそのミカエルを感じるっていうことをやって、ミカエルが得意なのはそのね、達成することが得意なので、私たちのまずそのエーテルコードカットとかこの浄化っていうのをしてもらって、切るっていうこともすごい得意な存在なので切ってもらいます。
あの人とのなんていうのエネルギー的につながってしまっているものを切ってもらうことによって本来の私たちのエネルギーでいることができますので、そのコードを切ってもらうということをやったりとか、日常ですね、ものすごいお願いいっぱいできますので、そのお願いの仕方っていうのも、最後にやりたいと思います。で、そのお願いをどん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 することによってどのようになっていくかっていうのは、ものすごいですね、何でもやってくれるんですよ。例えばそのお料理してくださいっていうのもいいかもしれないよね。そう、あとはそのなんていうのかな、子育てしてくださいとか、子供たちを見守ってください、旦那さん見守ってください、私を見守り続けてくださいとか、自分のお父さんお母さん見守ってください、大事な人たちに、恩恵があるようにサポートお願いしますとか、本当そういうのでいいんですね。でそれをきっちりやってくれますので、すごい守ってくれるっていう感じですね。はい、わかりましたかね。じゃあちょっととりあえずミカエルを呼んでみんなで感じていきましょうか。何でもやってくれるからね。じゃあ最初に、やり方なんですけれども、まあ、ミカエル来てくださいと言いましょう。大天使ミカエル来てください。どんな感じしますか。来た感じをちょっと、私はねミカエル呼ぶとこう、このやこの辺りがふわーっていう感じになるんですね。うん、もうねこういう風にこう呼ぶだけで来ちゃう、近くにいるってことですね。はい、そしたら、ミカエルに浄化とエーテルコードカットをお願いしたいと思います。で、浄化っていうのはこの私たち自身がですねオーラを浄化してもらうっていう感じで、このねエネルギー体なので、この肉体からこうエネルギーがねこう何層にもなってるんですけど、このエネルギーをきれいにしてもらうことによって、いろいろなものがゴミがついてたりするのをきれいにしてもらうみたいな感じですね。でエーテルコードカットっていうのは、私と例えば、そうですね旦那、子供でもいいよね、子供とかやっぱりエネルギー的につながっちゃってるので、結構執着みたいのが生まれたりとか、なんかその来てるものから、例えば子供から来るもので、なんていうのかな、心配とかさ、自分が心配すると子供が余計心配なことを起こすみたいなことってあるじゃないですか。そういうこともあったりするから、まあ、ここを切ることによって自分っていうもののエネルギーと、その子供のエネルギーと、まあ、旦那さんのエネルギー、一人一人の個として存在できるようになるので、それぞれが 100% の力が出せるっていう感じになります。じゃあちょっとやりますね。じゃあミカエルに、浄化とエーテルコードカットお願いします。ではお願いしましょう。もうこれお願いしたらやってくれるんですけれども、そうですね、それだけでもいいですね。ちょっとイメージをするとより感じやすいかなと思うので、浄化を、ちょっと感じていきましょう。まあ、こう上から光が来る感じかもしれないし、皆さんの感じ、自分で感じたものが正解ですから、どんなものでもいいと思います。あとミカエルどんな姿かだったかもね、ちょっと見といてくださいね。どんなか私は見えないなんかエネルギーとしては感じるけど見えないですね、うん、で今浄化してもらってファーってなって、エーテルコードカットもお願いします。自分の周り360度、あと頭の上ですね、全てを切ってもらいましょう。すっきりするとこまでしっかり切ってもらう。切れ味最高って感じですね。これやるのとやらないと全然違いますから。で、多分これ見てる方、久しぶりにやる方もいると思うんですけど、全然変わってくると思いますので、ぜひね、どんどんやってみてくださいね。はい。できたかな。はい。できたかな。切ってもらえたかな。そしたら、お願いをしていきましょう。何でもいいと思うんですね。みんなどんなお願いがしたいかな。よくあるのはね、問題を解決してくださいとか、喧嘩が終わるように、そしてみんなが笑顔になるようにしてくださいとか、子どもたちの登下校をよろしくお願いします。旦那さんの収入がたくさん入りますようにお願いしますとか、仕事がうまくいくようにお願いします。この YouTube 面白いと思ってもらえるようにお願いしますとかもいいね。あ、これいいね。うん。で、なんかね、この間ですね、私、歯医者さんに行って、その歯医者さんが、いい歯医者さんがちょっと心配だったんだけど、その時に、お願いしたんですね。で、痛いの嫌だなと思って、そしたら、
あの天使にサポートをお願いして行ったら、なんとその薬だけで、あの 痛みもなく薬だけで終わっちゃったっていうことがあって、これはもう本当にあの大天使のサポートすごいと思って、しかもあのすごいいいあの歯医者さんだったから、他のねところも直してもらったりとか綺麗にしてもらえたらいいなと思って、そういう感じでもうプラスアルファのね恩恵受けたっていうことが最近あったんですね。で、あと、この間この喧嘩のやつなんですけど、私たちじゃなくてそのスタッフのね、女の人とあの女同士の喧嘩があって、もうこの殴り合いの喧嘩、インドの人ってすごい喧嘩するんだけど、本当にもうなんか叩き合いの喧嘩みたいになっちゃって、本当に近所の人とかいろんな人たちが出てきて、なんていうの、警察沙汰になるようなそんな喧嘩になっちゃってさ、でなんかなぜか私たちにとばっちりが来たりして、なんだみたいな感じだったんだけど、でその時ももう私たちもねやっぱりそういう問題とかめんどくさいので、天使にあの本当に喧嘩がスムーズになくなるように、まあスムーズにね終了して、みんなが笑顔で2人が笑顔になって、何事もなかったようにねこう笑顔になってる姿ですね、それをこうイメージして、でお願いしますっていう風にしたら、もう今本当に仲良くなっちゃってるって感じで、本当にいい仕事してくれるから、何か問題がある方とかねそういうのもやるといいと思いますね。じゃあ今からねお願いしていきたいと思いますので、何個でもいいと思いますね。収入が上がるようにお願いします、なんか具体的にやった方がいいと思うので、来月臨時収入が入るようにお願いしますとか、なんだろう、子供の成績が上がるようにお願いしますとか、そういうのもいいかもしれないですね。 YouTube いっぱい見てくれるようにお願いしますとか、旦那さんのお腹がへっこんでスリムになりますようにお願いします、サポートお願いしますとか、みんなが笑顔になるようにお願いしますとか、そんなのもいいと思いますね。いっぱいいろいろお願いしてみてくださいね。で、お願いしちゃいけないことないですから、お願いしまくるっていう感じですね。で、子供たちのことを見てくださいとかって楽じゃないですか。で、それをお願いしてどうなるかっていうところで、なんか子供だけで仲良く遊んでくれるみたいな感じとか、ありましたね。そうそうそう。なんか、あと例えば料理のこと、料理作ってくださいみたいに、料理今作りたくないから大天使呼んで、料理作ってくださいってお願いするとするじゃないですか。そうするとなんか旦那さんがお待たせみたいな感じでなんか買ってきたりとか、近所の人になんかもらったりとかそういうことが出てきたり、あとなんか自分が、まあ、最終的に作るようになるかもしれないけど、なんか作りたい気持ちで作れたりとか、なんか食材をもらうとかっていう、そういうようななんか不思議なやっぱりことが起きてくるんですよね。で、私たちってもともとそのようにこうなんだろう、エネルギーとして願望ってどんどん叶うんですよ、このように。なんだけどお願いしてもさ、こうやって物質として具現化するのが遅いから、お願いし忘れてたり、なんていうの、お願いしちゃいけない、なんか頼んだらさ人間ってやってくれなかったりとか怒られたりするじゃないですか。だからお願い下手なんですね。だからこの大天使とかこう天使をこう利用させてもらって、どん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 私たちがお願いに慣れていくっていうのがすごい大事だと思います。これからはね特に大事ですね。でお願いの仕方は、何々してくださいとか、今日一日守ってくださいとか、1週間守ってください、365日守ってくださいでもいいと思います。長くてもいいと思いますね。10年間守ってくださいとかいいのかな。あ、いいっていいって言ってる。それでもいいんだね。で例えばミカエルだとしても、そのね分身ができるから、私がねどれだけいっぱい頼んでも分身して、あなたがいっぱい頼んでも分身してやってくれるから、でそのために存在してるわけですから、どん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 お願いをぜひねしてみてください。で大天使がね、大天使とか天使が喜ぶことで、やっぱり感じてあげるとすごい喜ぶ。さっき聞いてて、どういうふうにやると嬉しいのかなっていうのを聞いてた時に、やっぱりその存在としてまずね、お願いされるのがすごい嬉しいみたいなんですね。だからお願いされるのが嬉しいってことと、あとね感じてあげること、
私たちってやっぱりその波動でありエネルギー体だから、感じれば感じるほどその波動として共振して、本来の自分自身と共振していくんですよ、高次元のエネルギーに。だからその感じ、どん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 感じてほしいっていうことを言ってたのですね、まあ、そのためにそのアセンションのサポートにいるっていうのは、そのエネルギーとして、高次元のエネルギーとして、私たちがね、本来高次元のエネルギーだから、天使を感じることによって私たちの高次元のエネルギーがね、どん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 その共振して開いてくるっていうことを言ってるんだと思いますね。で、あとは感謝するとすごい喜ぶみたいなので、あの感謝ありがとうって、じゃあで天使に最後ありがとうって言いましょうか。天使ありがとうございます。はい、やってみたかな。はい、っていう感じで、やってみてください。で、今日はですね、だから、大天使をね、まず感じるっていうことですね、ミカエルお願いしましたけれども、ミカエルをこれ呼ばなくて大天使と思って、例えばなんだろう、電気つけてくださいとかでもいいよね。なんだろう、何かお願いしたいことがあったら大天使と思って何々をサポートお願いしますっていうので、もうそれで投げとけばいいですね。そうすると勝手にやってくれるから。で、それがどういうふうにやってくれるかっていうのはもう考えないっていう感じです。だからもうたくさんたくさんお願いして、どん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 やってもらうと彼らは勝手にやってくれるから、私たちがお願いすれば彼らがあのサポートに入れますので、どんどんあのお願いしまくるっていうのがいいと思います。で、感じてあげると喜ぶっていうことと、感謝するともっと喜ぶんですけど、感謝忘れても全然あの慈愛の存在なのでね。で、これが本来の私たちなんですよね。なんかそういうさ、本当に宇宙愛ってそういうものなんだと思うんですよ。なんか見返りがあって何かやるじゃなくて、本当にみんなあなたの喜びは私の喜びであるっていう、あの本当に愛の存在ってそういうものなんだと思うのね。で、あのこの分かりやすいところで言うと、その宇宙存在としてあのこのはっきりしてるじゃないですか。私たちがお願いするとサポートに入れるんだけど、あのお願いしないとサポートに入れないっていう、このやっぱり境界線が宇宙なんですね。だからちょっとその低次元の存在っていうのを勝手になんか介入してきたりとか、勝手に割り込んできたり、勝手につながってきたりとかっていうことをしたりとか、命令したりとかっていうことが出てきたりするんだけど、そういうのはやっぱり高次元の存在ってしないんですよ、絶対に。それはその宇宙のルールであるから。だけど勝手に入ってくるやつっていうのはあの変なのがいるっていうことなので、まあ、本当にね、あの皆さんあのスターシードで宇宙由来の魂だと思いますので、まあ、宇宙の、ね、存在にあのしっかりつながれるように、まずはね、やっぱりハイヤーセルフにつながるということと、この天使を、たくさん使ってあのサポートを、どん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 お願いして、お願いすることに慣れていく。で、これは今度その新しいこう宇宙存在とか、あの今度もっともっと高次元 の、 その、まあ、ご自身のこう宇宙ファミリーとかにつながっていくときに同じようなことをやっていくんですけれども、なんていうのかな、つながりやすくなると思うし、エネルギーのことも分かると思うし、自分自身もある程度その高次元のエネルギーに慣れた状態でつながっていけますので、まあ、安全につながれるんじゃないかと思いますので、ぜひね、天使のサポートをお願いしてみてください。で、今日ね、ミカエルどんな姿だったかとかね、ぜひちょっとあのコメント欄にお願いします。で、あとどんなお願いしたかとか、あ、こういうのもいけるんだなっていうのもちょっと聞きたいので、どんなお願いしたかっていうのをね、いろいろ書いていただけると嬉しいなと思います。あとは天使に、日頃ね、天使にお願いしてたり、あの天使を使ってる方はどのようなことをね、サポートしてもらってるかとか教えていただけるとまた参考になりますので、ぜひあのコメント欄に書いていただけると嬉しいです。今日は天使にお願いする方法をやりました。ではでは。